中で日本がカットした時に中で秀がボールをドリブルして始めたから、またまあボール出てくると思って走ってたらシュート打ったのよ。で俺行ってさ、そこにそ、ね、あれはもうね、今でももう思い出すけど、キーパーがね、あって顔してる、俺と目があって、あっ弾いた後に、うん、あれね、後から聞いたらわざと弾いたんだって。わざと弾いて取って痛がろうとしたの。本当はキャッチできたらしい、だけど落としても誰もいないだろうと思って、ちょんと落とした時に俺がいたの。だからあーって顔してで、俺もね、あれもスライディングしなくていいんだけど、はい、多分あれも本能でスライディングしてんだよ。もう吹かせないみたいな。あ、でも体ごと行こうみたいな。そうそうそう、はいはいはい、これでバーンって入って、で真っ白、もうほんとまあ何にも聞こえないし、真っ白になってうわーって喜んでたんだけど、あれイランベンチ走ってんだよねあれ岡田さんに走ってたんだよ。うわーってイランベンチ走ってあれ俺抱きついてたら大変なことになったから